おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサクつくやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて今回はですね、ボックス整理動画ということで、まあ、ちょっとですね最近というか SWCC の結果を受けて、自分自身がねちょっとボックス整理必要だなと思いましたので、まあ、そもそもボックス整理って何ぞやだとか、どんなことを意識しながらボックス整理をしていくのかっていうところをね、皆さんにまあちょっとお伝えしていけたらなと思います。特に初心者の方とか、なかなかねボックス整理したことないよって方に向けてねお伝えできたらと思いますので、早速やっていきましょう。で、私が今回このボックス整理って呼んでるのは何かっていうと、自分のこのね手持ちの選手たちを売り払ってですね、金コインを集めていきましょうっていう、そういう回でございます。で、まあ、売り払うときにですね、星3星4は皆さんも好きにしてください、好きにしてください。ここはもう特に何も私は言うことはないです。今回は私がねどんなことを意識しながら、まあ、つどつどボックスを整理していくかいるかっていうことをね皆さんにお伝えできたらと思う次第です。で、まあ、その前にですね、実際にそのボックス整理をしていく前に、まあ、ちょっと今回のね私の SWCC の順位をご報告するとですね、マスター912ということで、マジでひどかったんですよね。前回200ちょっとだったんですよ。で、その前も結構いい順位だったので、まあ、今回ねまあちょっとテコ入れしてですね、一番ちょっと総合値の低かったカウンターにきちんとテコ入れをしてですね、このポグバ・デルピエロという両名をかき集めてですね、まあ、この2人を使って今回こそせめてマスタープレーオフ狙うぞと思っていたらこれですよ。いやー、シャレにならないですね。で、ちなみに一番勝ち点を落としたのがサイドアタックっていうね、悲しいですね。マンチェスターユナイテッドファーガソン監督、このプレスタしんどいんだよな。 DMF1 枚で、マークもタックルもプレスタで、フォーメーションコンボで上昇しないっていうね、地獄のようなフォーメーションコンボなんですけれども、いやー落としましたね。開幕5試合全部相手カウンターだったんですけど、開幕5試合で3分け2敗ですからね、サイドアタックでね、意味が分かんないですよね。総合値勝ってても勝てませんからね。はい、あのスキルとかもね、もうちょっと試行錯誤しまくったというか、もう押し末つけて、ワンビサカにファイティングタックルとかつけちゃってね、やってるんですが、ダメだぞと、シャットアウトされましたね。はい。はい。まあ、こういう背景があったところでですね、ちょっとそろそろね、きちんと、まあ、だいぶ最近ボックス整理してた方なんですが、一度きちんとね、ボックス整理をして、まあ、戦力を整えてですね、まあ、またハーフアニバーサリーも近いですから、まあ、ちょっとハーフアニバーサリー、そして年末年始っていうところに向けてねやっていけたらと思います。で、ちなみに今ベラベラ私くっちゃべっててあれなんですけど、ちょっとですね、私の以前からの動画、ちょっともう全然話今から30秒くらいそれるんですけど、私のね今までの動画の視聴者様ならねご存知の通り、私社畜なんですけれども、ちょっとね違う会社で社畜をすることになりまして、11月からね多分水曜日の更新がだいぶ遅れると思う。だいぶ遅い時間に水曜日の動画を上げることになると思います。社畜が多分社畜度合いがグレードアップするので、ちょっとね引き続き皆さんには、ちょこいつ水曜日のアップデート動画上げるの遅くねって思ってもね見ていただけたら幸いです。はい、だいぶ話がそれましたが、それではボックス整理していきましょう。で、今回ボックス整理なんですけど、星5選手をまあ売っていくだとか、まあ、スキルの餌にしていくだとか、それがメインです。で、いろいろあるんですけど、私基本的にはね、もうやってま、私はもう終わってるので、この動画では実際にはやりませんけど、ボックス整理の1個目の時は、全選手の自分のスタメンのスキルを見返します。で、その中でアップグレードしたいスキルがあった時に、まずはその選手をスキル移植することから始めます。星5選手って、ガチャの星5選手をね、スキルの餌にすると、ちょっと待って、例えばね、この、こんな感じでいろいろスキルがあるわけですけれども、星5のガチャさんの選手をスキルの餌にすると、その分金コインがちゃんともらえるんですよ。スキルの餌にした選手の金コインってもらえるんです。なので私はまずここから始めます。押しまずまずはいいスキルをつけるところから始める、自分のスタメンに。で、そうすると結果的に自分の星5選手のガチャさんの選手何名かはスキルの餌になってボックスからいなくなってしまうので、まあ、金コインにもできるし、自分のチームの強化にもなるというところで、ここは結構個人的にはおすすめです。一番初めにこれをやるのがいいと思います。お前本当にやってんのって感じなんですけど、今回結構しっかりやってて、イブラにロングバズーカとマーベラスとか、フリアン・アルバレスじゃないな、まあ彼もいいんですけど、
例えばルートフリットにフライハイドリブルとロングバズーカですとか、まあ、こんな感じでね、もっといいスキルはもちろんあるんですけど、私が持ってる中では在庫としてはいいスキルをデルピにウィムジーとフェイタルですとか、こういうものをつけるっていうところから始めるといいと思います。私はウィムジーお気に入りなのでつけてますけど、レジアスの方が好きって人もいますよね。まあ、どっちでもいいと思いますが、レジアスの方が結果で出てる方がつけてる印象なので、本当に結果だけを求めるのであればレジアスの方がいいかな。で、今ちょっと簡単にウィムジーとレジアスって名前を出しちゃったんですけど、まあ、違いを語るとですね、ウィムジーシュートはジャンピングボレーのできるシュートなんです。なんでヘディング持ってなくても空中戦で発動してくれる。一方レジアスは自分のシュートが超特大アップって、このシュートの上昇値が大きいんですね。ウィムジーこれ自分のシュートが特大アップなので、レジアスの方が結果的に決定力が高くなるっていうところで、レベル高い方というかね、かなり結果出してる方がつけてる印象です。こんな感じでね、きちんとスキルをつけてあげるところから始めるのがいいかなと思います。まあなかなかね、そのいいスキルをまあ、ちょっと他の選手につけるのってもったいないって思うのもよくわかるんですけど、まあ、結果勝てなかったら意味ないよねっていうところと、まあそのいいスキルつけたとしても金コイン50枚もらえますから、まあ、そこは金コインもらえるっていうことで割り切ってつけてもいいかなと。ちなみに注意なんですけど、この選手のね、この画像の左側っていうのかな、この選手の左側に22、23とかこの年代の番号が書いてない無料で手に入る選手たちはもちろん売っても金コインが手に入りませんので、この選手たちをスキルにの餌にしても金コインが手に入らないということだけはね、念のため注記させてください。でこれで、ボックスがね、ある程度一旦スッキリしたのかなと皆さん思います。スキルをつけること で次にどんな感じで私がボックス見ていくかっていうと、私はねプレイスタイルで絞り込みます。てか並び替えます。でプレイスタイルで並び替えるとどういう良さがあるかっていうと、こんな感じで見ていたときに不要なプレイスタイルの選手がいる可能性があるんですよね。まあ、分かりやすく言うと、今ここの私のこの1列目なんですけど、1番目にストライカー4人が並びましたね。サイドアタック、中央突破、カウンター、エトーがポゼッションなので、このエトーはなんで君ここにいるんだい？君ラインブレーカーだね。ラインブレーカー1人しかいない、私もしかして。あ、はい。ストライカー3人とラインブレーカーなんですけど、こう見たときにストライカーって、言っても前田大然をこれから先使うかどうか置いておいて、サイド中央カウンターなので一旦ちょっとね売れないなっていう判断ができます。ちょっと彼は別です。彼はこれでも売れますけど、ね、将来性の部分でね。ただ例えばポストプレイヤーとかで見ていっても、私結構もう売っちゃってるんであれなんですけど、まあビエリポストスタメンですよね。ルカクはジョーカーなので、まあ、ちょっと戦術かぶっててもいいかっていう判断です。まあ、こんな感じで見ていくと、ジョーカーとか後半で出すって役割じゃないのに、一つのプレイスタイルでかつ重複した戦術の選手がいる場合があります。私が結構もう整理しててなかなかその実態を見せれないかもしれないが、例えば、あー分かりやすいの来ましたね。ここ今カウンターのセントラルミドフィルダーの DMF なんですけど、モドリッチとバカ横2人ともディフェンシブミドフィルダーなんですよね。このモドリッチとこのバカ横ね、で両方カウンターなんですよ。この2人ともカウンター、まあ、もっと言ったらセードルフがいるんですけど、こうなった時にいらないんですよね。てか極論ちょっと、まあセードルフが DMF のカウンターのセントラルミドフィルダーでいるので、モドリッチとバカ横いらないわけですよ。でモドリッチに関してはバンディエラなので取ってますが、バンディエラ必要なのでね、バカ横はこれいらないですよね。だってもっと同じ戦術の中ですでに貫突した星5の選手がいるんだったら、このバカ横をこれから先使う機会ってないわけですよ。じゃあこのバカ横売る、もしくはちょっと無理やりにでもスキルの餌にしちゃおうっていう判断ができます。まあ、こういう売り方だね。戦術がダブっていて、かつ、プレスタが被ってて、かつ将来的に使わない選手っていう見方をするといいと思います。この時にバンディエラとかね、こういうのはちょっと特徴的なものを持ってるので、特徴的な特徴を持ってるので、こういうのはちょっと売れませんけれども、こういったところでバカ横を一つ、売って金コインに変えていくっていうのがボックス整理っていうやり方ですね。はい、ぜひ皆さんやっていただきたいです。私はだいぶもう整理常に終わってるんですけど、でなぜバカ横じゃお前売ってないのって話なんですけど、あとプレディクトマークの餌にするためですね。ただこれが例えばプレディクトマークみたいないいものがない
いいスキルじゃない場合はもうそのまま売っちゃってもいいですし、プレディクトマークも最近ちょっとねクオリティがマークの中でそんな高いというものでもなくなってきてしまったので、気にせず売っちゃってもいいかなとは思います。これが一つ、ボックスセールのやり方です。でこの中で最後にね注意点だけお伝えできたらなと思うんですけど、今のでねプレッサと戦術っていうのが大切なのは皆さん分かっていただいたと思うんですが、最後私が一個、あえて売っていないのが将来性みたいなところがあって、例えば久保くんよりも分かりやすい選手誰かいないかな。例えばですね、ついこの間まではあれがいたんだよな、トナーリ、サンドロ・トナーリがいたんですけど、トナーリもちょっとニューカッスル行っちゃったから売ったんですが、将来性みたいなところでいくと分かりやすい選手いないか。ちょっと期待込みで話させてもらうと、てかファティでいいかな。ファティって、まだ若い選手ですよね。で今一旦ちょっとブライトンレンタルしましたけど、一旦ある程度の世界の期待を背負ってる選手だと。ただサカツクの中でいくとテクニコのレフトウィングってネイマールと被ってるんですよね。絶対使わないんですよファティ。絶対使わん。ちょっとジョーカーあるとかちょっと今回別として、ね、一旦置いておいて、でなった時に将来的にめちゃめちゃ期待してビッグになりそうな選手だから新バージョンが超強い可能性があると、じゃあ一旦ファティは売らずに取っておこうっていう考え方、ここは一個ねありかなとは思います。これは大切かな。私がそれやったのがポグバだったんですけど、ポグバって怪我めちゃめちゃ多くてやっぱりちょっと評価は割れる選手だと思うんですけど、やっぱりねやっぱポグバなんですよ。ワールドクラスですごく評価されてますし、怪我がない時ってトップクラスですし、ファンも多いですし、ポグバ今の現状でサカツクで新バージョン追加するってなったら間違いなく強いのが来るなと思って残してたんですよね。なんで一人引いたらすぐ完突できるようになったというところがあるので、戦術とかプレスタがゴリゴリ被ってても、将来性加味して残すっていうのは一つありかなとは思います。ってことでですね、ちょっと今回はボックス整理のやり方ですとか選手の売り方、その整理の仕方っていうところをお伝えさせていただきました。私もねちょっと今回だいぶマスターで痛い目を見てしまいましたので、ぜひぜひね皆さんもちょっと最近ちょっと調子悪いななんて方はね、参考にしていただけましたら幸いです。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。皆様の良きゲームライフに乗っております豆腐でした。バイバイ。